さあ、報酬したのは内田です。続きまして、トン3曲。矢島の親番。後ろにトロフィーが本日見えますね。綺麗に輝いてる。めちゃくちゃでかかったやつですか？その手前にあったやつじゃないですか？あれ、矢島いい。ヘイガンコードラマ3番です。2メンツで、いいですね。リーチはすぐ行けそう。まあ、内田もよくないですか？いいですね。今左端にマンズの下があれば、お、めちゃくちゃいい。うん。今にもリーチいけそう。さあ、内田もいい。今にもリーチいけそうな人が2人いますね、とりあえず。これはトンが統一。トン間に合っちゃった感じになりましたね。松本は想像が多いが、まだ。あ、ただ悪くはなかったですね。全員いいけど、この中だと内田が、一番いいですね。うん、形は、まあ、内田と矢島がいい。ね、はい。あ、これ統一。チリ統一イーシャンテン。でトイトイにもいけるんですけど、ドラヒオのリャンマンがネックですね、うん、トイトイには。あと、本一とかもあります。うんうんうん、見えますね。チートイツになったら即リーチ。はい、ちょっと早そうな方もいるんでね。うちだも3面つできてましたね。はい、染めてる余裕があるかどうか。握れの9万残してるんで、やっぱり本一もまだ見てますね。うちだはなんかこれ、満足いくリーチにしたいですね。うん。良すぎて。満足いくリーチというのは、あ、こいつかなり見てる。うん。満足いくリーチはまあ、最低でも面ピンドラ欲しいですね。ドラ引いた。ドラ引き？いや、これ、満足いかないやつになる可能性出てきたんじゃないですか。全然、まあ、S1 ダイレクトとかはね、すごい嬉しいけど。すごい嬉しいですね。なんか、想像横伸びした面ピンはどうなんですかね。矢島ぶっ壊しましたよ。はい。うん、まあ、ゴロチとかを見て、一回壊したと。これは何なんですか？もう、座切っちゃいますか。もう、ドラは使いたいよと。はい。しなかった、嘘切り。うわー、ちょっと痛い。まあ、こいつ見てなければね、Q1 がもう3切れなんで、Q1 だったんですけど、ドラダ3番は。ドラダってことですか？そう。あ、切ろうと思ったらドラダと。お、くっついた。くっついた。いいシャンテン？いいシャンテン、両面両面。親が来ますね。これ、チーやりますか？スーワンの方。ここで行きましたね。なるほど。お！あ、3番入った。これ、チー1とかチーですか？目の前で。まあ、こうしたからにはチーなんですけど。あ、トンポンか？あ、下。小山動いた。これで、ペンチワン、カンチーワンのイーシャンテン。はい、染めて。イーシャンテンです。チー1がもう出そうなんですよ。ね、カミちゃん出そうです。はい、今にもですよ。これ以上持ってるのもね。あ、くっついた！いや、ただ、振り点。Q1、2回切ってますよ。振り点じゃないですか、でもどうなんですかね。マンズチランパーワン切る手もある。いや、ただ、もう明確に染めですからね。あ、あ、あ、これで泣ける。まあ、ペンチーワンでチーですね。今後がありますからね。はい。で、リャンワン切る。なんか、マンズの本一。カンチーマン。テンパイに見えますね、マンズの本一の。なんか、自敗が余る前にマンズ余るなんて、本当かよみたいなのありますけど、本当ですもんね。うん。残り2枚ですか、チーマン。あ、1枚だ、チーマン。まあ、パーワンは、どっかで切りますよね。結構出てますもんね。かつ2枚切りでしたね。タクとシャーガでも出てないのか。まだ見えてない。あ、チーマンこれ、ないじゃないですか。小山3枚見えるっすよ。ワニ3枚見えてる。あ、嘘、うん。あ、すいません。ゼロでしたか。失礼しました。うん、見た目は1枚ある感じですね。小山はつまり変えたいんですね。急いで。うん、何でもいいから。来 た, 来たでも来たけど。来たのか、いや、来たは来た。来たは来たけど、一旦行きましたね。とりあえずね、チーピン待ち。まあ、これは比較的通りそうですね。一応、あり得るはあり得ますけど、うんうん。これ止めてたらもう、全部檻になるよ、みたいな感じですよね。うん、矢島もいつの間にかちょっとシャーチュン掴んで回ってますね。うん。チーソあたりか。行きたいのは。6球ピンでもいいか。何の牌ならリーチをかけるかですね。チーピンツモはどうですか？チーピンツモは。ツモですね、まあ、ツモって言っちゃいそうなイメージはありますけど。ルイテンリーチもありますか？シャーチュンが切れないと。もう親はね、回ってる。うわあ、でも、役はできました、一応。いや、薄い。目に見えて薄い。闇点。一旦サブロスを闇点ですか。リーチもありますけどね、もう。ワニ3枚。あと、もう、怒りの言いそぎりとか。怒りの言いそぎりは時間がすごいですからね。いや、これ、思い切ったリーチですね。あ、これシャンポンに変化。嬉しい。はい、はい、E1 とロー1のシャンポンになった。これはいるんじゃないですか？なんか E1 がありそうなイメージありますね。はい、
万手牌に使われていません。で、1切れなんで1枚いますね。はい。ローワンの方はどうですか？ローワンは手牌にはないですね。え？ローワン2枚。3枚。山さんですかこれ。3山になったんですか一気に。これが3枚。で、サブロッソの方は松本が何枚持ってるかですよね。松本は1枚ですね。じゃあ、じゃあ2枚。2枚いますね。いや、あと1枚。いや、1枚ですね。あ、2、1枚なんだ、はい。そう、もうこれ。あ、そっか。もう目に見えて2枚しかないですもんね。もともとが。だからかなり本当に薄いところで、リーチの判断踏み切ったというところですね、はい、内田は。いや、いったー、松本小屋もこれは嬉しい。上がりました。めちゃくちゃ嬉しい。トーン、ドラ1、2004戦の京高もつく上がりです。ゼロからの3になったと、本当ですね。1戦目ラストだった小山はこのハンチャン、ぜひともゼガヒでもトップを取りたい、これは本当に嬉しい上がりですね。